こんにちは、新藤きみこです。今日は、寒いので自分の部屋で撮影をしております。今日の作業は、梅の、シャリ入れなんですけど、木をですね、はい、この前グリーンクラブ の、 20% オフのイベントの時に買ってきた2000円ぐらいの、やばい白梅なんですけど、今ねちょうどこうやって花がね一輪咲いてるんですけど、一輪だけでもですね、もうこの部屋閉めとくともうほんと梅の香りがいっぱいになるぐらいですね、香りの高い、いい香りの梅です、はい。で、まあ、梅の歴史も私もそんなに詳しくはないんですけど、もともとは中国原産の植物で、日本に初めて入ってきたのは縄文時代って言われてますね。稲作農耕がこう、伝わった時代に食べるための実梅が、日本に、伝えられたみたいですね。で、花梅、まあ、花を観賞するための梅が日本に入ってきたのは奈良時代かならしくって、でその時は本当に数えるぐらいの種類だったみたいなんですけど、もう400、500とですね、品種改良が進められて、今は300種ぐらいに落ち着いてるみたいなんですけど、すごい数なんですね、梅の品種があってみたいです。アンズと同じ種類ですごい自然交雑しやすくって、まあ、アンズの血の入り具合で、まあ、系統が分かれてたりとかもしますし、で今園芸場で分類されてるのはこういうヤバイ系のものですね。ヤバイ系にもヤバイ症とナニワ症と紅筆症と、あとなんだ青軸症かっていうのがあります。で2個目は非売系、鹿児島紅とかを見たらすぐ分かるような真っ赤な梅だったりするんですけど、まあ、白花でもその軸が切ったら赤かったりするのは非売系に入っていたりとかして、ちょっと私にはちょっと区別がね多すぎてわからないんですけど、であとは文語系ですね。文語症と安図症っていう、まあ、3つの大きな系統に症がいくつか分かれているような、そういう分類の仕方がされています。はい、梅はすごく幹材が硬くてですね、シャリ入れとかは向いてる木です。大きな木なんかはもうほんとウロみたいな、もうこれでよく生きてるなぐらいのシャリの芸がですね、とっても野種感が溢れるような、まあ、そういう、まあ、香りがねすごく良くて、まあ、梅好きのね方も結構いらっしゃると思うんですけど、梅好きといえば一夜さんとかね、ブロガーじゃないや、YouTuber か。ですごくここ材料が硬いので、普通のナイフなんかでは到底削れないんですね。だからこういう工具、こういうやつですね、なんかネットで買ったんですけど、こういうのをでガッガッってやった方が、いいですね。あとは丸のみとかでカンカンやったりとか、まあちょっとずつやればね失敗も、私の前髪もですね自分で切ってるんですけど、いきなりがっつり切ったら失敗するんですけど、ちょっとずつ切れば失敗しないっていう、そういう、私のブログサイトの方か、君のミニ盆栽日和っていうのをやってるんですけど、そこの方に時々いただくコメントで、どうしたらいいか分かんない木の相談みたいなのですね、時々受けるんですよ、はい。私別に先生ではないので、なんかこう偉そうに上からこうしなさいとか合わせなさいとかは言えないんですけど、まあ、私だったらこうするかなっていう木もね中にはあるんですよね、でそういうのを募集して、で動画でこういじるところをこう公開するっていう企画も面白いのかなとか思ってですね、でただ木をね送ってもらわないといけないので、それでその手間と、まあ、私の住まいは公開していないので、どうしようかなっていうところですね。面白そうだなとは思うんですけど、盆栽世界さんの会社に一回こう木を送ってもらって、でそれで
担当の方と家が近いもんでですね、あのうちに持ってきますよっていうね、そういうあの話もしてもらったんですけど、なんか申し訳ないんで違う方法を今考えています。じゃあそっか、今日はシャリ売れるのかちょっと忘れてたじゃあやります。はい、ここのところですね、多分こう太枝を切った後がこういう風に焼け込んできているので、ここをですねそのままにするよりは、削って朽ちさせた方が、見る映えが良くなるので、ここを削っていきたいと思います。怪我だけはちょっと気をつけてですね、工具でちょっとずつ削っていきます。じゃあこうやって、本当に硬いんですよね。見えるかな、逆境かな、逆境かな、で今回削ったところ、この辺はもうあの枯れてたんですけど、この辺の周りはあの生きてるところを多少削ってるので、ここをですねあの傷を治すために融合剤を塗っておくと良いですね。はい、こういうバラカーなんで、一応こういう殺菌剤が入ってるカットパスタか、はい、をこうやって、周りのね傷のところに、ね、こうやってこう塗っていく感じですね。こういう感じでこう塗っておきます。1時間ぐらい乾燥させて、固めました。はい、そしたらそのままでも良かったですけど、こうやって石灰融合剤をですね削ったところに塗って腐れをですね防止します。原液を使ったりとかするんですが、私は3倍ぐらいに、薄めたものを使っています。こういう筆、ナイロン製かな、毛のやつだったら溶けちゃうんで、こういう硬いやつを使うといいと思います。この辺にですね、で最初にちょっと霧吹きとかした方がまあいいですけど、融合剤はその傷を治すっていうのもあるんですけど、染み込みにくくするっていう、のもあります。でこれで乾かして、終わりです。